どうもみなさん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画見ていこうと思うんですけども、えー、あ、今日ね、あの、トークショーなどのイベントがあったんで、実は今ね、博多に来ているんですよ。でね、昨日博多に来て、まあ、博多入りした初日から映画館に行って映画を2本見てしまいました。 で、見終わるとすっかり遅くなってしまったので、夜ごはんは吉野家の牛皿定食食べました。え、せっかく、せっかく博多まで来ているのに、いやもう日常って、日常と変わらないんですよ。ほんとね、一人旅って苦手なんですよね。で、今回見たのが、落下の解剖学なんですけども、えー、賞したのは、木のシネマ天神っていうところなのね。これ新しい映画館なんですかね。ミニシアターでしたけど、 雰囲気のある、鑑賞心地のよろしい映画館でしたね。シートがわずかにリクライニングするのがいいですよね。ゆったりと鑑賞することができました。えー、今日ね、えー、トークショーやってきたんですけど、実はそのトークショー終わってからもね、もう一本映画に見に行ったっていうことで、えー、博多に来て二日目でね、全部で三本の映画を見てしまったっていうことで。はい。というわけでね、今回ご紹介する映画は、落下の解剖学ですね。 いや、これね、えー、せ、あのー、公開されたのが先週ということで、えー、鑑賞が遅くなってしまいましたけども、個人的には注目していた作品なんですよね、えー。皆さんご存知、先日発表されたカンヌ国際映画祭の最高栄誉とされるパールムドールを受賞していて、さらには今月発表される予定のアメリカのアカデミー賞にもノミネートされています。 そして先日発表されたゴールデングローブ賞では脚本賞とえ非英語映画賞、いわゆるえ外国語映画賞をもうすでにねゴールデングローブ賞では受賞済みなんですよ。で、この主演のね女優さん、サンドラ・ヒューラー,っていうヒューラーっていう人なんですけど、この方ドイツの役者さんなんですよね。で、今回ですね、アカデミー賞とゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされました。 さらに面白いのが、今年のアカデミー賞の作品賞に、えー、この関心領域っていう作品があるんですけど、こちらはアウシュビッツ収容所の隣にあるルドルフ・ヘス所長の自宅、まあ、その自宅にいる家族のドラマなんですよね。まあ、家族ドラマなんですよ。そのルドルフ・ヘス所長の奥さんを演じているのが、こちら、サンドラ・ヒューラーというわけなんですね。で、この、 え、関心領域も、えー、落下の解剖学も、アカデミー賞の作品賞に両方ともノミネートされていて、えー、そこに出ている女優さんということでね、いやー、まあ、そんなこともあって、大注目の女優さんとなっています。で、実際本作を見たんですけど、いやー、当ね、いや、この人本当にすごい女優さんだなーっていうのが見ればわかると思います。でね、えー、この映画なんですけど、 この映画を語るには、もう、どうしてもね、ネタバレしないとこれできないのね。でも、この映画に限ってはですよ。この映画に限っては、ネタバレを聞いてから鑑賞するかどうか決めてもらった方がいい気がするんですよ。まだ見てない人はね。えー、これね、予告編を見て、さらにこのポスターのビジュアルを見て、うん、これを見てね、興味を持って、 見に行った人だと、もしかしたら思ってたのと違うってなってしまう可能性がめちゃくちゃ高い気がするんですよね。なので、今回は、まあ、軽いネタバレを交えて紹介していきたいと思います。はい。あの、ネタバレも絶対に嫌だっていう方は、もうここで視聴を止めてください。まあ、ただ、この映画はね、ネタバレはある程度知って見に行った方が、 うん思ってたのと違うとはならないと思いますえ。このタイトル、この映画のタイトルと予告編を見る限り、謎解きミステリーだとも思ってしまいますよねえ。ポスターなんてこれさ、そうみたいじゃないですか。ねえ。僕これ見てね、雪の上に横たわってる死体は、実は生きてんじゃ、生きてんじゃねえかって思いましたよ。でも、本作はね、そういうことは全くなくて、ミステリー要素は、 ほとんどない。かなり薄いですね。まあ、これがね、まあ、要するに謎解き要素がない。ミステリーじゃないよっていうのが、まあ、この、ここでいうネタバレになってしまう部分なんだけども、えー、つまりこの絵がね、ラストで真相ははっきりとは示されません。皆さんのご想像に委ねますよ的な、えー、ラストになるんですよ。だからね、かなりもや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 してしまいます。法律的には、有罪、無罪は、 まあ、有罪無罪。まあ、裁判では決心するんですよ。で、だけど、裁判の結果が真実とは限りませんよね。まあ、例えば、足利事件とか、今、係争中の袴田事件など、まあ、冤罪事件と言われてますけど、まあ、あの足利事件もね、無罪が出たからといって、じゃあ、その本人が絶対にやってないとは言い切れないじゃないですか。 もちろん、えー、その人はね、えー、犯人である可能性は限りなくゼロに近いのかもしれないけども、ゼロではないわけですよ。だからこそ、有罪食らってるわけですからね。まあ、逆に有罪判決が出たとしても、それですらもね、真実ではない可能性がありますよね。冤罪という可能性があります。本作はね、そういう構図の作品なんですよ。人里離れた、 フレンチアルプスの乾村に佇む雪山の山荘で、ま、男が3階の部屋か、ま、結構ね、大きなお家なんですけど、3階の部屋から、窓から落下して死んじゃうわけですよ。第一発見者は、その男性の息子、ダニエルくんですね。11歳ぐらいかな。しかし彼はね、お父さんが落下する瞬間は見ていないんですよ。気づいたら床に、あの、地面にね、横たわっていたわけです。 ええー、まあ彼はね、その、現場っていうか落下する瞬間は見てないんですが、そもそも彼は見ることができないんですよ。なぜならダニエル君、えー、弱視で、まあ目の障害で、ほとんど見えない状態なんですね。交通事故で、えー、視力をね、ほとんど失っちゃってる状態なんですよ。で、お父さん、検視の結果、頭部を殴打されたような傷が残っているし、 え、この雪に残された結婚の状況からも、どうも他殺が疑われるわけですよね。警察は、妻であるサンドラに疑いを向けます。なぜなら、夫婦は、この夫婦は、事件の前日に喧嘩をしていたからなんですね。そうこうするうちに、彼女は逮捕起訴されて、刑事裁判になってしまいます。事件の真相が、 明らかにされていく中で、このおしどり夫婦だと言われていた二人は、えー、彼ら、まあ、おしどり夫婦だと思われた、えー、彼らとは全く違った、えー、隠された秘密とか、嘘が明らかにされていきます。果たして、裁判の行方はいかに、本当に奥さんがやったのか、それとも、奥さんは無罪なのか、さあ、どっちみたいなね、えー、そんな内容になっておりました。 はい。というわけでね、えー、これから詳しくレビューしていくわけなんですけど、映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金、2000円を上限にこの映画になら、いくらまで出せることができるかということで、評価額をつけていきます。映画、落下の解剖額、評価額はつまり1500円、収作です。 上映時間は152分と、まあ、結構長尺ですよね。2時間半ですもん。で、この映画の最大のポイントはミステリーではなくて、法廷ドラマ、法廷劇であるっていうことなんですよね。え、法廷パート、実に淡々としているんだけども、ハイライトをかいつまんだダイジェストみたいになっているので、まあ、これはこれでね、法廷パートは僕はね、個人的には結構楽しめましたね。え、弁護側は、いかにして無罪を主張していくか、 対する検察側は、いかにして、それらを突き崩していくか。さすがは、有能弁護士だけあって、理屈をこじつけては、ギリギリのところで、筋の通る主張を展開していくわけですよ。まあ、なんとかギリギリね、整合性を保っている。しかし、検察官も、負けず劣らず、サンドラの主張の微妙なところを、矛盾点としてついてくるわけですよ。 するとまた弁護士が絶妙なヘリクツと解釈で整合性を回復するといったもうね、ロジカルの応酬がスリリングな見どころとなっていました。なるほどね。司法試験が難しいのもう頷けますよ。いや、こんなの頭の回転が早くないともうね、絶対務まりません。僕ではね、弁護士とか検察官なんてまあ絶対無理ですね。え裁判とは 事実を突き詰めるというイメージがありますけど、でもね、この映画を見てる限り、そうはなっていないんですよね。殺人をやったか、やってないかは問題ではなくて、他人がそれをどう思うか。いかにそれが真実であるかを他人に思わせることなんですよ。別にそれが真実であろうとなかろうと、それは関係ないわけですよね。 それを話を聞いた他人がですね、あの、裁判官ですけども、まあ、それを真実だと思わせることなんですよ。それがね、えー、語尾だろうが、錯誤だろうが、関係ありませんと。えー、裁判官や、えー、三審院が納得できるだけの合理的な説得力があるかどうか、これにかかってます。で、今、三審院って言いましたけど、えー、このちなみに日本では、裁判員って、 言いますよね。この裁判員に当たるのが、まあフランスに、フランスの三審院なんですよ。えー、参加の三に、えー、審判の審に院ですね、えー。日本ではね、裁判員。フランスでは最審院ですね。これ聞き慣れない単語ですよね。えー、フランスとかドイツとかイタリアは三審院なんですよで。アメリカとかイギリスは陪審院と言いますね。で、このね、えー、裁判員、陪審院、三審院って、 それぞれ微妙に違うんですよ。まあ、例えばね、有罪無罪の判断。陪審員は、陪審員だけでね、話し合いで決めるんですよ。そこに裁判官は介入していかない。裁判官はいないんですよ。裁判官は不在で、陪審員だけで決めるんですね。で、三審と、えー、三審と裁判員。こちらはね、裁判官と話し合って決めます。裁判員と三審員の違いは、 法律の根拠などの法解釈を誰がするのかです。で、フランス、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの三審院は裁判官と話し合いで決めるんですけども、日本の裁判員はそれには一切関与できないんですね。あくまでも、えー、こう法、法解釈っていうのは裁判官の裁量となります。えちなみにそこに関してはね、売審員も同じというわけなんですよ。 えー、こういった裁判制度における国の違いもね、結構微妙に違うんで、海外の法廷ドラマってちょっと難しいですよね。えー、そもそもこんな事件、今回のこのね、落下の解剖学で、えー、まあこの案件ですよね、この事件なんですけど、まあおそらくね、これ日本だったら、えー、裁判にならないと思うんですよ。というかもう不起訴処分になると思います。なぜなら、あまりにも証拠がね、乏しすぎるんですよね。 日本って検察がほぼ勝てる案件しか起訴しませんから、このケースは起訴されることもないんじゃないかなと、まあ法律の素人である僕は思いました。えー、弁護士の方は、もしこれを見ている弁護士の方、えー、僕の見解がどうなのか、えー、ぜひコメント欄にてレクチャーしていただきたいです。えー、むしろこの映画は、えー、弁護士のね、いわゆる法律家の専門家の人たちの感想が聞きたいなと思いますね。 えー、この映画における、えー、検察官とか弁護士はどのくらい優秀なのか、有能なのか知りたいです。僕はね、とても優秀だと思ったんですけど、まあ、プロのね、えー、法律の専門家からすると、いやいや、そんなことはないって言うかもしれませんね。で、何度も言ってるように、本作はミステリーではなく、あくまでも夫婦のあり方を描いた、これ、家族ドラマなんですよね。 で、この夫婦なんですけど、いわゆる格差夫婦なんですよ。え、奥さんが売れっ子のベストセラー作家。え、対して夫は、まあ、作家は名乗ってはいるんだけど、まあ、うだつが上がらない。まあ、アマチュア作家に近いんですよね。で、妻が次々と華やかに新作を出す一方で、夫は本を出すどころか、そもそもね、原稿が書けないんですよ。 で、その書けないイライラが今飽和しちゃってる状態なんですね。そして、ついにぶち切れちゃったんですよ。俺が書けないのは、お前の生活に俺が合わせているからだとかね、言い出すんですよ。そして、夫婦喧嘩が始まる、始まるんですけど、で、このね、夫婦喧嘩の様子が、まあ、録音された状態で裁判で提出されて、それを延々とね、再現、再現ドラマとして僕たちは見ることになるんですが、いやー、もうね、 何ですかね。二人の主張を聞いてる限り、この夫があまりにもポンコツすぎるんですよね。奥さんのサンドルの主張の方が明らかにね、理にかなってると思いました。夫は自分のうち何かと奥さんのせいにしているとしか、まあ、思えないんですよ。で、わめき散らす姿、もうまるで子供と一緒ですね。でもね、彼にもね、気の毒な部分もあるんですよ。 それは、ま、なんと言っても、え、作家という立場としての奥さんとの格差ですよね。えー、自分が見たいと思って願って頑張っている景色を一番身近な奥さんが、もう当たり前のように眺めているわけですよね。まあ、要は、旦那にとって奥さんっていうのは、憧れの地位にいる作家なんですよ。で、書けないと絶望している彼を、夫を尻目に、いや、私、どんな状態でも書けるから、と、涼しい顔して奥さん言うわけですよ。 彼女は、夫が、なんで書けないのか、理解もできないし、わかろうともしないわけですよね。私は、もうどんな状態でもねえ、すい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 書けるから、え、なんで書けないのわかんないって感じなんですよ。まあ、無理もないですよね。これはもう、例えば年収10億円の人が、年収300万円以下の人の気持ちなんて、わからないのと同じだと思います。 いつだって面白い話が思いつくし、書ける人なんだから、まあ、こういう人はね、本当に書けない人の苦しみなんて、1ミリもわからないんですよ。で、夫は夫で、自分に才能がないことを認められないんですよね。ここでもう俺にやっぱ才能がないんだなって思えね、あの諦めればいいんですけど、それすらも認めようとしないわけですよね。 肥大したプライドに、もう今やメンタルが押しつぶされそうになっていて、もうそれもね、限界点を迎えているわけですよ。だから、せめてもの一種返しに、妻がね、奥さんが仕事できないように邪魔しているんですよね。それが冒頭で、あの、インタビューを受けている時に、自宅でね、奥さんがインタビューを受けている時に、バカでかい音を出して音楽をね、鳴らしているっていうのは、まあこれも、まあ、夫なりの妻への、 え、一周返しというか嫌がらせなんですよね。まあ、こういうところもね、なんとも幼稚ですよ。いやいや、こんな人間には本当になりたくないもんですね。え、そんな時、夫が、えー、3階からね、落ちて、転落死をしてしまいました。まあ、当然、奥さんは疑われる。さて、真実はどうなのか。え、裁判の過程で、えー、二人の真実が明らかに、徐々にね、明らかにされていくんですよ。 まあ奥さんにも奥さんなりの落ち度があるんだけど、でもね、それもやっぱり夫が起因してるんですよね。おそらくこの二人は、強依存に似たような状態にあったんじゃないかなと思うんですよ。奥さんもね、さっさと離婚すればいいのに、そうはしないわけですよね。えー、彼の実家がある。まあ奥さんはね、ドイツ人なんですよ。で、旦那はフランス人なんですよね。で、奥さんは、あ本当は、そんなとこ住みたくないのに、今フレンチアルプス。 要するにフランスに住んでるわけで、で、彼女はドイツ人なんで、ドイツ語フランス語がうまくまだ話せないんですよ。だから裁判でもめちゃくちゃ苦労することになるんですね。で、もうところどころ英語で話すことになっちゃうんだけど、だけど裁判長とかはフランス語で話せとか言って、ここら辺がね、なんていうかね、ちょっとフランス人の意地の悪いフランスっていう国の冷たさというかね、うんもうちょっとこう、 ねえ、外国人に対して言語の壁みたいの、やっぱりほら、裁判で言語の壁とか作られちゃったら、気づかれちゃったら、もうそれだけで不利じゃないですか。勝てる裁判も勝てなくなっちゃいますからね。まあそんなこともあって、まあそれでもね、奥さんは離婚もせず、まあそこんなね、口うるさい、切、え、れ、ー、てばっかりいる旦那と一緒にいる、嫌がらせばっかり受けてる旦那と一緒にいるわけですから、まあやっぱりこの二人はね、依存お互いに依存、 今日依存に似たようなね、状況に陥ってたんじゃないかなと思うわけですね。まあそんなわけで本作はそんな二人の嫌な部分をじっくりと見せてくれるんですよ。いや正直これかなりきついんですよね。なんだって上映時間2時間半ですからね。えー、ポスターのビジュアルと、まあ、予告編とあとこの落下の解剖学という意味深なタイトル。 そして、雪山の山荘での殺人とくればね、もうこれも慶応幼稚者の幼稚園児だって、いや、これは本格ミステリーだって思いますよ。しかしこの映画、謎解きをする機会がほとんどないんですよねえ。僕たち観客が推理できる情報がほとんど与えられないんですよ。先ほども言った通り、日本だったらこれね、絶対裁判にもならない案件だと思いますよ。まあ、起訴されない。 あの、いや、こんなの裁判しても勝てないからということで、検察官は起訴すらしないんじゃないかなと思います。だってさ、奥さんが怪しいとされる根拠が、その殺される直前とか前日に、この夫婦喧嘩していたってただそれだけなんですよ。そんな状況で白黒をつけなければならない裁判官も、これは大変な仕事だなと思いますよね。まあね、えー、この裁判の判決は、まあ予想はつきました。 犯行を映した隠し撮り映像とかでも出てこない限り、もう誰が犯人かとか事故かとか自殺とかね、知りようがないですもんね。また、今回ですね、えー、特殊な設定として、 息子が弱視。息子がね、ええー、まあ事故で、交通事故で、ええー、目に障害を負ってしまったという設定も、実はね、ミステリーとしてはさほど機能していないんですよね。こういうなんだろう、目撃者な、見えない目撃者っていうのも、いかにも本格ミステリーっぽいんですけども、この息子の目が見えないという設定もね、全然ミステリーとして機能してないんですね。だから僕たちはね、ロジカルに推理していくことができないんですよ。 もうそうなると、もはやこれはね、想像するしかないわけですよ。推察して、推察するしかないわけですね。で、一応ね、この奥さんが本当にやったのかどうか、えー、それなりに僕な、僕なりに想像してみました。推察してみました。これはもう考察ではなくて、想像です。 で、これはね、ネタバレに近いかもしれないので、えー、未見の方はね、えー、ちょっと注意してください。まあ、ここでね、えー、動画を止めていただいてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。よろしいでしょうか。じゃあちょっとね、ネタバレチックなお話に入っていきますよ。で、この奥さんね、最終的に判決は無罪でした。まあ、そりゃそうだよね。あんな状況証拠だけで有罪にされたらもうたまったもんじゃないもん。で、これ僕の推察ですけど、 おそらく、おそらく、夫はね、殺されたのでもなく、事故死でもなく、やっぱり自殺だったんじゃないかなと思います。夫は奥さんとの会話を録音していて、自分が死んだ後は警察の手に渡るようにしてましたよね。パソコンに残っていた。自分が死んだら警察はパソコンを調べるっていうのはもうこれ分かりきっていることなんで、あえてそうしていたと思うんですよね。で、夫は自殺をするんだけど、 奥さんに殺されたと思わせるために仕組んだんじゃないかなと思います。要するに自殺なんだけど、えー、自分が死ぬことによって奥さんが殺人犯として逮捕されて、まあ、刑務所行きになるってことを自分の命をかけて仕組んだんじゃないですかね。まあ、これも妻への嫉妬で心が壊されてしまった、まあ、彼なりの復讐なんじゃないかと。これがね、一番ミステリーとしては収まりがいいように思います。 まあ奥さんがね、犯人かも、犯人という可能性すらありますけど、もしそうだと、そうだとすると、まあミステリーとしてはね、いささか普通というか、まあ正直奥さんが犯人だったら、ミステリーにするほどでもないプロットじゃないですか。 ね動機だって、いや、うるさいから殺したって、それだけのことですからね。あんなにギャー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 言われて、自分が書けないのをね、あのー、奥さんのせいにね、されてたら、それがずっと続いてたら、それは頭にきますよね。で、なおかつ、えー、その旦那が、旦那の不注意が原因で、えー、息子が、息子のね、目の障害、目の障害を負ったのは、まあ、旦那の不注意が原因っていうこともあるから、そういうのも含めて、まあ、旦那にはね、いろんな怨恨恨みが、 え、積み重なっていったから、まあ奥さんがね、殺すっていうのは、まあ、これだともうミステリーにならないというか、ごくごく当たり前の事件のドラマですから、やっぱりミステリーとしてもしね、描くんであれば、それなりのサプライズとかを与えるのであれば、まあ旦那さんが、まあ夫が自殺で奥さんにその罪を被せようとしたっていう、それも全て復讐、嫉妬から来る復讐っていうのであれば、 まあまあ、ミステリーとしてはね、収まりがいいのかなと思います。と言ってもね、そんな言うほど、えー、優れたミステリーとも思いませんけどね、それでもね、大した驚きにはなりませんですね。えー、ところで、弁護士役の役者さんがもう気になって気になってね、しょうがなかったんですよ。このね、弁護士の役者さんね、なんか、グレートギフトに、今僕がね、ドラマ、 レビューしているグレートギフトに登場する軍司先生役の津田健次郎さんにめちゃくちゃ似てると思うんですよね。っていうかもうね、見てる間、いや津田健だと思って、もう津田健にしか見えなくて、集中できませんでしたよね。で、こいつが最後にグレートギフトみたいに裏切るのかと思ったけど、いや、こちらはそんなことにはなってませんでしたね。えー、中身まで津田健ではなかったです。<laughs> いや、どうしても,もう津田健さんのね、あのー、演技、 あの、グレートギフトの演技のイメージが強すぎて。いや、ちょっと似てますよね。髪型とか顔立ちとかね。なんかイケメンなのか、そうじゃないのかよくわかんない感じも。なんかちょっと似てます。なんかね、津田健次郎さんをもっと上品にしたようなね。えー、ヨーロッパ風にしたような、えー、顔立ちでしたけどね。<laughs> どうなんでしょう。あ、ちなみに、えー、本作の監督と脚本家は、こちらね、夫婦だそうですよ。 ねえ。で、この物語ではね、この夫婦には格差、能力的、才能的な格差がありましたけど、いや、こちら、この夫婦はそういうことは全然なくて、だって、ね、アカデミー賞にしろ、ゴールデングローブ賞にしろ、まあ、二人ともノミネートされていて、まあ、受賞とかまでね、してたりするんで、もう最強の夫婦ですよね。はい。まあ、それにしてもどうですかね。えー、僕も作家ですけど、もし自分の奥さんが作家で、 僕よりも、はるかにベストセラー作家だったら、僕はね、めちゃくちゃ嬉しいですけどね。だってさ、別に僕が頑張らなくても、奥さん稼いでくれるじゃないですか。ねだからむしろ、この映画の死んじゃった夫が、僕はね、羨ましくてしょうがありませんでしたよ。いや、そんなに、そんなに悔しいもんですかね自分より才能が、自分の奥さんにあ,あってね、自分より稼いでくれる うん、そんなに悔しいもんですかね。僕はちょっとね、この旦那さんの気持ち、えよくわかりませんでした。はい。で、あとね、この映画の、えー、特徴といいますか、あの、ワンちゃんがねす、ワンちゃんの演技が素晴らしかったですね。なんかね、パルムドールじゃ、 じゃなくて、パルムドックっていうね、なんか賞が、映画の賞があるらしいんですよ。犬に与えられる映画に出てくる犬に与えられる、パルムドックっていうね、賞があるらしいんですけど、えー、このワンちゃん、それも受賞していましたけどね。ちょっとね、このワンちゃんの演技が、すごいんですよ。まあ、あるね、えー、ちょっとこう、毒物というか、薬を飲まされて、おかしくなっちゃうんですよね、吐いたりして。その時のね、 なんかもう、ぐったりした感じとか、もう目がいっちゃってる感じとかね。あれ、本当にあれなんか薬か何か飲ませたんじゃないですかね。あれ動物虐待になりませんかあれとてもね、ちょっとあ犬があの演技ができるとはとても思えないので、あれ多分ね、なんか毒を仕込んだんじゃないですかね、実際。どうなんですかね。はい、それもね、めちゃくちゃ気になりましたということで。まあ、 えー、評価額が1500円収作なので、まあ、なんだかんだ言ってね、僕はこの映画、なんだかんだ楽しめましたよ。あのー、まあ、ミステリー的要素がないのは、まあ、個人的にもちょっとがっかりはしましたけども、まあ、それを補ってあまりあるスリリングな法廷劇ですよね。うん、あとま、この、家族ドラマとか、こう、夫婦ドラマも、なかなかこう、なんだろう、ちょっと引き込まれる、 ちょっとやばさというかね、おいおい大丈夫かよってね、なんかこうハラハラドキドキしながら見守っていたので、案外ですね、これ2時間半って長尺な映画でしたけど、僕はそこまで長くは感じませんでしたね。はい。皆さんはどうだったでしょうかぜひですね、法律関係者の方の、えー、感想を聞きたいと思いますので、えー、コメント欄に書いていただけるととても嬉しく思います。以上、ミステリー作家の七尾義しでした。バイバイ。